副儀は、副儀族の常緑鉱木。樹鉱は10から20メートル。葉は耐性で、長楕円形、または、卵状楕円形で、長さ8から14センチメートル。私有一種で、花期は5から6月、1.5センチメートルほどのクリーム色の五弁葉の葉の付け根に咲かせる。果実は、直径三センチメートルほど、から個の種子を含むで色熟し、 首輪をコウモリ等のオオコウモリ類の餌となる。フィリピンに分布し、台湾では、フィリピンと同じ生物圏に属する台東圏の乱遊緑島に分布するほか、台湾本島にも移入され、植栽されている。日本では、沖縄県に奄美群島等で、暴風林、防潮林として植栽されている。日本のものは木化とされているが、八重山諸島には、自生個体もあるという見解もある。 美瀬の福木並木福木は並べて植栽すると緑の壁のようになり、防風林、防潮林となる。沖縄県の元部町美瀬の美瀬の福木並木や久米島町馬車の修羅福木などが有名である。奄美方言の地方名では、カジバきを意味するクアジバギといい、緑の壁のように植えておくと、林火の火事による炎症を食い止められるとされる。フラボン系の福月印色素が、心在や、 樹皮中に多く含まれ、古くから、瓶型、琉球紬、久米島紬などの黄色染めに用いられてきた。副儀の色素は、アルカリ焙煎で赤身の黄色に、鈴焙煎で黄色に、銅焙煎で黄緑色に、また、鉄焙煎で黒身の青緑色にそれぞれ染色される。果物の女王と呼ばれるマンゴスチンも同族だが、副儀は食用にはされない。 テリハボクも植栽に利用され、外見がよく似ており混同されやすいが、テリハボクの方が葉脈がはっきり見える。また、テリハボクは樹皮は避けるが、副儀は避けず平滑である。ありがとうございます。